どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたアドベンチャーアゲスというゲームやっていこうと思います。なんかね、クリアが全然できないので、ちょっと代わりにクリアしてほしいってことだったんで、まあちょっとやっていきましょう。なるほど、まあまあガイドしてくれるやつ、ロボットがいるよと。で、はあはあ、なるほど、あ、ここタップする、ここタップ、ああなるほど、あ、タップするとゲージが伸びますよと。あー、でゲージが伸びるとなんか剣みたいなやつが生産されて、あー、それでこのグラディエーターが買えるようになりますよと。なるほど、あ、これは斬新なゲームですね。あ、ゲームというか、まあ、グラフが伸びるだけですねこれね。なるほど、はいはいはい、オッケー。まあとりあえずちょっとグラディエーターをもっと所有しましょうということで、多分25体集まるとその下のやつがアンロックされる感じなのかな。うわ、なんとなく、はいはい、もうゲームがどんなのかちょっと理解しましたね。はい、これで25貯まる。でチャリオットがアンロックされて、あー斬新ですねこのチャリオットのゲージが貯まるとグラディエーターが増えますよと。あー、もうすごい理解した、すごいスーッと入ってくるね。なるほど、これはまあ確かにクリアするのは難しいゲームというのはまあ分かりますかね。難しそうですね。グラフしかない、グラフしかない、ちょっと斬新なゲームですけど、これで、はい、チャリオットがあと1回か。あー、オッケー、はい、これでミッション達成しましたよと。で、おー、ミッション達成しても特にランクが上がるとかではないのかな。あー、3つか、3つミッション達成しないとランクは上がりませんよと。で、今剣を5000個集めようっていうミッションなので、まあこれはチャリオット増やしていけばグラディエーターが増えて結果的に、はいはいはい、もう溜まりますね。はい、溜まりました。もう1個、あー、もうすぐ行けましたね。はい、これで多分ランクアップ。あー、なるほど、歴史の流れをリセットするっていう、なんそういう世界観なんですね。なるほど、これでなんかおじさん、あー、おじさんじゃないね、こいつがちょっとずつこう派手になっていくとかかな、予想だけどね。うん、なんかこう派手な格好になっていたりする。あー、でカードが出てきましたね。ええやん、カードええやん。まあカードが何かちょっとまだ分かんない、予想でしかないんですけど、あ、自動化されましたね。今さっきまでは手動でポチポチ押さないとグラフがゲージ溜まっていかなかったのが、今カードをゲットしたことによって自動で溜まるようになりますよと。だからこれ便利になってくるんだな、徐々に。はい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 。あ、でカードレベルを上げることにより、これでゲージの速さが速くなったりするのかな、もしかしてだけど。うん、そういうことはね、うん、今4倍ぐらいの速さになってますわ。で早くチャリオットを自動化させていきたいなと思いながら、まあ、こっち下の方は今手動でやってますけどね。なるほど、これはちょっと動画にするのは難しいゲームな気がしますねこれね。うん、こんなもん動画できんのかこれ。さあ、ここからは20倍速でお届けします。このゲームですね、どうやら、なんかこうゲージが伸びるだけのゲームでですね、こう戦闘があったりだとか、何かこうクランとかでね、こう一緒に誰かと共闘するみたいな、そういったシステムは全くなく、シンプルにグラフを眺め続ける放置ゲームみたいな感じでした。しかしながらですね、この序盤は、サクサクね、ミッションが達成できますし、新しいものがどんどん出てきますので、まあ、やってて楽しかったですね。はい、ランクが5に上がるところです。序盤は早いっすね。なんか1日で1ずつぐらいしか上がらない印象だったんですけど、もう1日で普通に5とかまで全然来ましたね。あー、こっからはでもミッション10個達成しないとランクが1個上がりませんよっていう感じやから、まあここら辺から本番でもないけど、まあまあまあチュートリアルのチュートリアルが終わったよぐらいの感じですかね。まだ依然ですね、この道を所有とか、まあこの辺まではちょっと遠いかなっていうのと、あとサイエンスじゃない、 XP ですね、うん、XP っていうやつがないと、カードのレベルが上がらないんですけど、その XP がちょっと慢性的に足りてない状態なので、そのカードのレベルアップとかのミッションが結構難しくなってきてる、感じですかね。さあ、これでランクが6になります。
6になってまた新しいカードが、出てきて、で自動、おーい赤いやつ、あ、これスプリーム的なのがありますね。まあちょっとスプリームが何なのかちょっとわかんないですが、スプリーム的なやつが今見えたぞ。あんのか。だからこれスキップはちょっと見たことないけど、これヒストリックパス、あーもう、あ、あーはー、なるほど理解した。1420円な絶対買わねえ、ちょっと絶対買わずにこれはちょっとやっていこうと思います。いやーダメだよ、まだこれ多分2年はかかるから。これ現在、ランクは6なんですけれども、まだ未発見のカード出てきてないやつ、アンロックはされてるけど出てないやつですね。でまだヒストリックっていうね最強のカードがあるんですけれども、それがまだ3枚出てないよと。この2つはまあ全然いずれ出るでしょうが、なあ、だから こいつはだからなんか、うん、ショートスタック先生ですね、うん、で、これ犬、うん、これ犬です。で、こいつが、タコ誘導ですね、うん、まあ、あだ名よ、うん、あだ名、うん、何があるとかそういうことではなく、あだ名をつけてみた感じ、そういうことですね、うん、だから早くタコ誘導が欲しいですね。さあここからは40倍速でお届けします。現在ランク6で、6個ミッション達成している状態なんですが、やっぱりもうこの辺からですね、本当にやっぱちゃんと放置ゲームなのでずっと張り付きでやってはいたんですが、そんなにサクサクとね、ミッションが達成できる感じではなくなってきました。なのでまあこの辺から本格的に、このゲームのスタートかなっていうところですかね。で、最初は剣だけだったんですが、その右今巻物のね知識っていうところ、そしてその右の筆みたいな芸術っていうところ、ここまでがアンロックできてる状態ですね。これ買ったらランク、ミッション達成してランク上がります。で、ランクが上がったらですね、やっとミッションが、ミッションモードが解放されますね。このミッションがあると多分あの XP 不足とかが割と解消されるよっていう感じになると思いますので、これは楽しみですね。さあ、とにかく XP がね足りなくなるのよ。カードレベルを上げるのに XP が必要なんですけど、さあここでヒストリックとか出ないね、やっぱさすがに出ないよね。はい、イベントの方やってきました。これは多分多分ね、うん、僕の勘ですけども、通常の方のステージとは何も関係なく、XP もね、まあ、ダーク XP みたいになってるんで、こっちの世界でだけ通用する通貨ですね。 EXP ですね、はい、だからダーク XP ですね、はい。でこれが、まだ2日とちょっとあるんですが、何日イベントだったんかな。そうか、報酬見りゃ分かんのか。ランク何までかな。あ、30か。あ、これ11日イベントだ。11日イベントのもう8日間ちょっとが、もう過ぎ去ってる状態からなので、ここからだとまあいけて20かな、っていう感じですね。これちょっとスタートしたこのゲームを始めたタイミングがちょっと悪かったですかね。なるほど。ただまあやれる限りやっていきたいと思います。これでランクをね達成すればするほどいい報酬がもらえて、これで多分 XP 不足が、表世界での XP 不足が結構解消はされるんじゃないかなという感じなんで、ちょっと根詰めてやっていきます。はい、これでランクが9になります。またちょっとカードがアンロックされていくのがありがたい。うわー、そうですね、だからね、やっぱ手動でこうポチポチしてた煩わしいところがランクが上がるごとにちょこちょこね、自動化されていくので、やっぱいいですね。徐々にこう便利になっていく様が、まだ楽しい段階にあるんで、まあ、全然苦痛じゃないですね。で最初の頃はだいぶ時間がかかってたこの辺のアンロックももうあっという間にね、サクサク進める状況にはなってきました。はい、節目のランク10になりました。このゲームがランク何が、最後なのかちょっと全く分からずにやっておりますけれども、まあ多分150から180ぐらいのランクが最後じゃないかなと、なんとなくね僕の勘ですけどね、うん。はい、ランク11になりました。ここの宝箱が割とねヒストリック入っててもおかしくないんですよね。この宝箱結構大事なのよ。なあ、まあ出ねえか。ネロが出たな。
ここの宝箱が楽しみ、ランクが13になります。なりますね。この宝箱からヒストリックが出てほしい。もうとにかくヒストリック出ねえか。カード1枚あるかないかで超でけえのよこれが。さ、ちょっとね、11日間イベント2日しかやれなかったんですが、まあ、ランク15まで上がりました。ただね、11日イベントでよくあるのはこれですね。エージェンシーカプセルにヒストリックが 20% の確率で入っております。お、3回引けるので、これ多分ね3枚出ると思うんですよね。ということでちょっと開封していこうと思います。1日間やれればね、これ5個ぐらい箱開けられたんですけど、まあまあまあしゃあないっすだね。うん、まあ2日で3個、うん、ヒストリックが、よし、これ一発目。さあ1、2、3、まあまあここら辺はいいか。ここら辺は多分ゆっくりやったところで出ようがねえから、多分最後なのよ。出るとしたら最後なのよ。勘だけどね、この次とかなのよ。さあ、あー何も出えへん。やっぱりそういうことだよね。僕の勘は当たっている。あと2回 20% あるから5分の1でしょ、余裕だと思うのよ。さあヒストリックがマジで欲しい。3、4、5、6で7で紫、はい、からのあーマジか。1枚欲しい、1枚欲しい、できれば犬が欲しい。さあラスト、うわーちょっと待って、これ出てほしい、マジで出てほしい。さあ 20% 引けるのかい、引けないのかい。さあさあ紫で次、せーのドン、来たー来たー。けどこれショートスタック先生だな。一番いらんヒストリックだけど、まあ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 、ええやんええやん。ということで約3日ぐらいですけども、このゲームを始めてランク15まで来ました。でこのイベント限定のカードと、まあ、ショートスタック先生もゲットしたんですが、やっぱこうタコ入道欲しいっすよね、とかをちょっとまあ求めてね、頑張ってやっていこうかなと。メガトロンも悪くないんだよね。まあ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 そんな感じです。ということでまあなんか非常に面白そうな感じのゲームだったんで、まあもしかしたら毎月1日とかにね、このゲームの動画をこう総集編みたいな感じで、出していこうかなみたいな、ちょっと今斬新な考えがね頭の中で浮かんでおりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。